初代アンケスティーバン公爵ロバート・バーティーは、イギリスの貴族、政治家。1666年から1701年まで、ウィラビーでエアズビー男爵の称号を、1701年から1706年まで、リンジー伯爵の称号を、1706年から1715年まで、リンジー公爵の称号を使用した。第3代、リンジー伯爵ロバート・バーティーと二人目の妻、 エリザベス・ウォートンの息子として、1660年10月20日に生まれた。1679年11月に、父の手配で、ヨーク公爵ジェームズと面会。ヨーク公爵が1685年に、ジェームズ2世及び7世として国王に即位すると、ロバート・バーティも1685年2月に、アングル g ー副党官に任命され、 直後の1685年イングランド総選挙でボストン選挙区から出馬して当選を果たした。しかしバーティーは議会で野党として振る舞い、1688年の名誉革命ではダンビー伯爵の放棄に参加した。翌1689年イングランド総選挙で再選を果たし、ウィリアム3世の戴冠式に参加したほか、ランカスタ公領大臣に任命された。 1690年イングランド総選挙では、ボストン選挙区とプレストン選挙区の両方で当選を、果たしたが、直後の1690年4月19日、繰上げ直所により父から、ウィラビーでエアズビー男尺の爵位を、継承、27日に、貴族院に登院した。貴族院では最初はコート派だったものの、1696年に、第三代順弾尺ジョン・フェンウィックの試験剥奪を、 めぐり、野党に転じ、翌年には、ランカスタ公領大臣から罷免された。1700年に、リンカンシャー党官に任命された後、1701年5月8日に、父が死去すると、臨時白爵の爵位と、イングランド式部教の世襲官職を、継承、さらに6月19日に、イングランド数密院の数密顧問官に任命された。1702年に、 アンジョ王が即位した時点では、トーリー党かつ、カントリ派の一員だったが、1705年、イングランド総選挙で、ホイック党に転じ、1706年12月21日に、リンジー公爵に除された。1710年に、トーリー党政権になった後でも、トーリー党に戻らず、ジョージ一世が即位すると、ミ密顧問官に再任。 さらに1715年7月26日にアンケスティーバン公爵に上された。グリムスソープ上1723年7月26日にグリムスソープで死去。8月16日にエデナムで埋葬された。息子ペレグリンが爵位を継承した。1678年7月30日、ウェストミンスター寺院でメアリー・ウィンと結婚した。 ロバート・バーティーはこの結婚により、ウェールズで年収6000ポンド以上の領地を獲得した。ロバートとメアリーは二男三女を設けた。1705年7月6日、アルビニア・ファリングトンと再婚、夏季の市女を設けた。ありがとうございます。